MTV-82 はかつてソビエト連邦各地の路面電車で使用されていた電車。ソ連における第二次世界大戦後初の心臓路面電車車両で1947年から1961年まで2100両以上の大量生産が行われた。形式名の MTV-82 は82番軍事工場で設計された。 モスクワ向け路面電車車両という意味である。第二次世界大戦終戦後のソビエト連邦各地の路面電車では戦時中の国史により荒廃した車両、施設の復旧や急増する利用客への対応が大きな課題となっていた。首都モスクワを走るモスクワ市電も例外ではなく終戦直後から既存の車両の修繕や近代化が急ピッチで行われる一方、 1945年5月以降ソコルニキ自動車修理工場の主導の下、輸送力の大きい新型ボギー車の開発が始まった。1946年7月に開催された技術者による会議によってソコルニキ自動車修理工場が台車や台枠の製造を82番軍事工場で車体の製造及び最終組み立てを実施することが決定し、 翌1947年に最初の車両が完成した。これが MTV-82 である。車体片側に運転台を右側面の前後に折戸式乗降扉を有する MTV-82 の車体は車両開発を迅速に行うため1946年から82番軍用工場で量産が行われていたトロリーバスの MTV-82。 おもとに設計が行われ、ボルトで固定された前面、後部、屋根、車体の合計11個のセクションで構成されていた。運転台から開閉操作が可能な乗降扉は2枚、折り戸式で車体の右側面の前後に設置されていた。防寒対策のため窓は見えガラスになっていたほか、車内には電気ヒーターが8個搭載されていた。 座席はクッションが内蔵された革張り構造が採用され、当時主流だった木製の硬い座席と比較して快適性が向上した。初期の車両の台車には、戦前製のボギー車の近代化を目的に開発された 2DSA 型が用いられ、主電動機は輪軸に直接吊りかけられている吊りかけ駆動方式が採用された。しかし、吊りかけ駆動方式は、 メンテナンス面で有利な反面重量型やエネルギー損失の面で不利であったことから、1948年以降は、モスクワのディナモ工場が手掛けた DK-255 系主電動機を台車枠に固定し、自在継ぎ手や歯車を介して動力を伝達する直角カルダン駆動方式に対応した改良型の 2DSB 型台車が使用されるようになった。 製造当初の車両は、終電装置に、菱型形パンタグラフを用いた。一方、大多数の車両にはビューゲルが搭載された。運転台からの速度制御については、この終電装置から供給された電流を制御機で操作する直接制御方式が使われていた。m t v 8には1947年から製造が開始され、同年2月から、 モスクワ市電の N25 号線で営業運転を開始した。だが、2550mm の車体幅を含めた寸法が従来の車両と比べて大きかったため、モスクワ市電では戦前に大型ボギー車の M-38 が導入されていた系統でしか走行することができなかった。そこで同年夏以降82番軍事工場では、 車体の前後を狭めることで、車両限界が狭い系統への導入を可能とし、座席配置等の設計変更も施した車両に製造を切り替え、モスクワ800周年記念に合わせて、市電の各系統で運行を開始した。これに伴い、初期の車両については、MTV-82A として区別される場合も、ある。1948年からは、 改良型の 2DSB 型台車や DK-255 系主電動機の量産が始まり、同年以降に製造された m t v 8には順次台車や主電動機がこちらに改められた。一方、同年にはリガに工場を有するリガ車両製作工場への生産拠点の移行が始まり、同年10月の試作車に続き1949年から、 各都市の路面電車へ向けての量産が始まった。モスクワ市電はその後も82番軍事工場製の車両を導入していたが、翌1950年をもって同工場での生産は終了した。リガ車両製作工場での量産は、後継者である RVZ-6 の量産が本格化した1961年6月まで続き、 両工場を合わせた総生産数は2160両となった。計4 9 4両が導入されたモスクワ市電では1959年以降 MTV-82 よりも高性能かつ高度な技術を有したチェコスロバキアの路面電車車両であるタトラカーの導入が始まった。その影響で MTV-82 は各地の路線への転属が行われ、 戦前から使用されていた旧型電車を置き換えた。だが、その一方でタトラカーの増備や路線廃止によって余剰となった車両の廃車も始まり、初期に導入された幅広の車両は1960年代前半までに全車廃車され、残された車両もタトラ T3 の大量増備に伴い、急速に引退が進んだ。最後の車両が、 営業運転から撤退したのは1981年3月であった。これらの車両の一部については、ズラトウースト、コロムナ、ノギンスク、プロコピエフスク、スモレンスクといった多都市の路面電車への譲渡も行われた。モスクワ市電以外にも MTV-82 はソ連各地の路面電車に向けて新造され、1956年に開業した。 ハバルフスクの路面電車のように開通に備えて MTV-82 を導入した路線も多数存在した。また、オデッサ市電をはじめループ線が存在しない路線での運用に合わせて後方に運転台を左側面に乗降扉を増設し両運転台仕様に改造された事例も存在したほか、一部都市では主電動機や終電装置を撤去し、 付随車として使用された。だが、モスクワ市電からの譲渡車両を含め、これらの都市の MTV-82 も1970年代から1980年代にかけて運用を離脱し、最後まで使用されていたオデッサ市電の両運転台、車両は1989年をもって営業運転を終了した。ただし、その後も事業用車両に改造された車両が、 各地の路面電車路線で使用されたほか、2020年現在、以下の車両が、胴体保存、もしくは走行可能な状態で在籍している。RM-56 リガ車両製作工場が、工場を構えていたリガ市内には、路面電車の大規模な路線網が存在するが、1950年代当時、車両限界の影響から全幅2550。 ミリメートルの MTV-82 の走行が困難な路線があった。そのため、同子電には車体幅を狭めたほか、主電動機の数を2機に、座席を木製に、終電装置をポールに変更する等の設計の簡素化を実施したリガ子電専用の車種が多数、作られることとなった。MTV-82 の後継車両となる RVZ-6 登場後も、 同様の設計方針の車両が製造され、タトラカーの導入が本格化する1970年代まで続いた。KTV-57 キエフに工場を構えていたキエフ電気輸送工場では、1950年代から1960年代まで MTV-82 の車体構造や電気機器を元にした路面電車車両が多数製造され、 キエフ市電をはじめとする各地の路線で1980年代まで使用された。ありがとうございます。